ずは心の中から自分なんかっていう気持ちをちょっとずつ取っていったり、あとその場面その場面でこういう私っていうのも作り上げちゃうみたいな、いつもの自分と違う自分になりきってみようっていうのから始めてみるとかってすると、すごいちょっとずつ違う自分が見れてきますね。